はい、武器です。今回なんですけど、ワイルドハーツの最強武器ランキングを考えていこうと思います。まあ、このゲームもね、発売して1ヶ月ぐらい経って、まあ、武器のなんか強い立ち回りとかっていうのも確立されつつあって、最近アップデートでね、なんか武器の調整とかも入っていろいろ変わったということで、まあ、この辺でね、ランキングでも考えていこうかなっていう感じです。はい。ただね、最初に言っておくんですけど、このゲームの武器のバランスってね、めちゃくちゃ良くて、まあ、なんか人によって多分ランキングって変わってくると思うんですよね。なんで、まあ、これは俺のね、一つの意見という形で、まあ、参考程度にね、聞いてくれたら嬉しいです。はい。で、まあ、前提条件を話していくんですけど、ソロのランキングで、グリッチは使用なしっていうのを前提条件で考えていきます。はい、ということでね、じゃあ早速ランキングの方を発表していきたいと思います。はい、で、まず第8位ですね。第8位は大筒になります。はい。この武器はね、まあ、そもそものコンセプトとして、やっぱソロだとちょっと厳しいのかなっていうのはありますよね。マルチだったらめちゃくちゃ強いとは思うんだけど、てかね、敵がこっちを向いてない状況、ヘイトがこっちに向いてない状況だったら、強いとは思う。射程外からね、安全圏、こっちが安全圏にいる状態から一方的に敵を攻撃できるっていうのは最大の強みではあるんで、そこを活かそうと思えば強いとは思うんだけど、ただそこに行き着くまでに、その儀式がね、あるんだけど、その儀式がね、ちょっと長すぎるなっていうのは、ちょっとぶっちゃけありますよね。やっぱその安定して、その、なんかいろいろ攻撃を当てようって思うのが結構難しかったりもするんで、まあちょっと下目のランキングにはなってしまいました。はい。ただまあやっぱりな、とは言ってもね、射程外から攻撃できる、敵の射程外から攻撃できるっていうのは、まあ普通に強みではあるんで、まあそこを、活かそうと思えばね、全然強くは使えるとは思います。はい。で、続いて第7位ですね。第7位は土になります。はい。この武器はですね、めちゃくちゃ火力が高い武器になってて、マジでハマった時のね、爆発力っていうのは、マジで一番このゲームの中であると思います。それぐらい強い武器ではある。ただ、明確にね、一つだけちょっと弱点というかね、いろんな武器使った上で思ったことがあるんだけど、この武器ってね、本当に使うのが難しいんだよね、とにかく。マジで難しくて、そもそもタイミングがね、展開するために、その武器が光ったタイミングで攻撃するっていうのがあるんだけど、そのタイミングがめちゃくちゃ難しいっていうのと、かなりシビアで、慣れてないと結構失敗する。あとは慣れてたとしても、なんかちょっと焦ったりして、ボタン入力をね、ほんのちょっとでもミスったり、タイミングがずれちゃったりすると、攻撃が発動しなかったりするんですよね。そういうのもあって、結構難しいかなっていう。あと、動きがちょっともっさりしてるんで、罠に対する依存度も高いかなっていうのは思います。だけど、まあ、とは言ってもね、うまくからくり使って、たりして攻撃したりとかね、あとまあ本当に自分が慣れれば慣れるほど強くなってくるんで、武器自体もね、はい、なんでまあ慣れれば強い武器だとは思うんですけど、まあ結構難しいかなっていうのがあって、個人的には、ちょっとね7位という結果になりました。はい、続いて第6位は変形痕になります。はい、この武器はですね、まあ、火力も高くで、すげえ使っててね、面白い武器なんですけど、まあ、ただちょっと弱点も明確にあって、まあ、やっぱりゲージを貯めなくちゃいけないっていうのと、ゲージを貯めた後のね、必殺技があるんだけど、その必殺技にね、ほとんどのダメージが集約されてるんで、あれが当たらないとどうしようもないみたいなところも、まあ、あります。だけど、まあ、罠とかもね、活用すれば当てることできるし、あとゲージ自体もね、からくりを利用すればね、意外と簡単に貯まることもできるんで、まあ、そこまでハードル自体は意外と高くないかなっていうのはあるんですけど、ただ、ちょっとね、これちょっと土とか大筒とかともちょっと一緒なんだけど、罠に対する依存度が高いせいで、最近ちょっと罠がね弱体化来ちゃったっていう影響もあって、まあ、ここら辺の武器の評価がね若干下がっちゃったのかなっていう気は、まあ、個人的にはします。はい。まあとは言ってもね、結構この武器もね、使い込みで変わってくる武器だとは思うんで、好きな人だったらね、全然使っていけば強く、全然強く使える武器だとは思います。はい。続いて第5位ですね。第5位は野立ちになります。はい。で、この武器はですね、まあリーチも長いし、火力も高いしで、最近アップデートでね、調整が入ってさらに使いやすくなったっていうことで、まあ俺の中でね、評価が結構上がった武器になってますね。はい。まあただね、ちょっと罠に対する依存度が若干高いんで、まあ、この辺になってくるのかなとは思うんですけど、ランキングとしてはね。そうそう。で、だけどね、まあ、全然強い武器だと思ってて、で、特に、最近のアップデートの調整もあって、今一番強いなって思う野立のムーブが、箱を置いて、箱の落下攻撃から、必殺技につなげるっていうムーブがあるんですけど、それが俺めちゃくちゃマジで強くて、まあ、正直これだけやってればいいぐらいめちゃくちゃ強いんですよね。なんで、武器自体のね、使いやすさっていうのもかなりね、意外と簡単な武器になってくるんで、まあ、使いやすさとかも加味したら、まあ、本当にね、強い武器かなとは思いますね。はい。
はい、じゃあ続いて第4位はカラクリ刀になります。はい、この武器はですね、まあその解放中だったらリーチも長いし火力も高いしでかなり使いやすくて強い武器になってるとは思います。だけど意外とね、この武器を使ってマジで火力を出そうって思うと難しくて、テンプレの動きがないんですよね。なんかこれはとりあえずこうした方がいいみたいな動きがあんまりなくて、適切なね、なんかタイミングでそのカラクリとかをね利用していかないとうまいこと火力が出せない武器にはなってます。まあ、そこが面白さでもあって自分の強さがそのまま武器に反映されるっていう感じなんで、やり込めばやり込むほど武器もねかなり使いやすく強くなっていくっていう感じの、まあ、武器になっています。はい、なんで極めたらねマジでめちゃくちゃ強いと思うんだけど、まあ、ちょっと人によっても差があるということで、まあね、この辺のランキングにしました。はい、で続いて第3位は傘になります。はい、この武器はね俺結構ねもう発売されたこのゲームが発売された時からずっと傘強い傘強い言ってるんですけど、もう強いと思いますね。この武器はねめちゃくちゃ強いと思う。てかなんかパリーできるっていうのが本当に強くて、このゲームで唯一パリーというか防御手段みたいなの持ってるのってこの武器だけなんですよね。これが本当に強くて、大体の武器っていうのは例えば発だったり優位だったりで回避しないといけないんだけど、全然カラクリに依存することもなくいついかなる状況でも敵の攻撃をカウンターすることができるっていうのが本当に強い武器になってますね。まあ、とはいってもやっぱりねそのパリー自体の判定がシビアっていうのもあって、まあちょっと難しいっていうのもあるんで、まあこの辺のランキングにはしたんですけど、パリーが得意な人にとってはでもめちゃくちゃ神武器にはなってきます。で意外と火力も高いし案外リーチもあるということでね、しかもゲージ自体もねそのゲージを貯めないといけない武器ではあるんだけど、もうパリー成功させちゃえばねもうゲージなんてもう一瞬で溜まっていくんで、そこら辺もあってねめちゃくちゃ強いかなって思いますね。はい、続いて第2位ですね。第2位は弓になります。はい、この武器はですね、まあそのアップデ前だったらねもう群抜いて最強武器ではあったんだけど、まあさすがに調整入って弱体化来たということで、まあこの辺のランキングになりました。まあ、とはいってもねまあ未だに全然強い武器ではあるんで、ぶっ壊れから強武器になったぐらいの感覚ですね。うん、でね、別に弓に限った話じゃなくて、なんかランキング上位の奴らに大体言えることなんだけど、糸の回収能力がね、半端なくて、罠とか使ったりとか、ま、いろいろからくり使ったとしても、攻撃すればね、一瞬でその糸回復できるっていうのがね、まあ、強みなのかなっていうふうには思いますね。はい。で、最後、第1位ですね。第1位は、飛燕刀になります。はい。この武器はマジでやばい。マジで今、めちゃくちゃ強いと思う。っていうか、そもそもアップデ前から俺強いと思ってて、全然その弓がね、すごいヘイトというかね、みんな弓強い、弓強いって言ってたから、若干ちょっと身を潜めてた感あるんだけど、そんな中でもね、俺全然俺飛燕刀は強いと思ってて、で、まさかのその武器が強化されて、しかもね、その強化の内容っていうのも、他の武器って大体微強化っていうのが多かったんだけど、もうなぜか飛燕刀だけね、すげえアッパー調整もらって、火力がね、すげえ高くなったということで、本当に何の弱点もない、マジで最強武器になったなっていう感じですね。で、罠に対する依存度もほぼほぼなくて、罠使わなくても全然問題なく立ち回れるから、糸もね、もう好きなように無限に使えるみたいなところもあって、そういう意味でも強いのかなっていうふうに思いますね。マジで弱点ないと思います。火力も高いし、回避能力もあるし、その糸も好きなように使えるしで、もう本当にソロだろうがマルチだろうが、どんな敵に対してでも強く出れる武器だと、思いますね。はい。いかがだったでしょうかね。俺がまあ思うランキングこんな感じになったんですけど、まあ正直ね、ランキング作るのめちゃくちゃ難しかったっすね。まあモンスターによっても相性がいい武器悪い武器とかっていうのもあって、あとはまあ自分の使い込みとかにも寄ってくるんでね、結構ランキングをつけること自体がね、かなり難しかったんですけど、まあちょっとランキングが見たいっていう声がいくつかあったんで、まあ作ったっていう感じではあるんですけどね。だから皆さんがね、思うなんかランキングとかがあればぜひ教えていただきたいな、みたいなところもあります。本当に多分ね、人によって変わってくると思うんだよね、この武器のランキングって。ただぶっちゃけ、いろいろランキング作って思ったのは、ちょっとね、大筒だけはちょっと強化欲しいなっていうのは個人的には思いましたね。まあでもそれ以外の武器に関してはなんかまあ基本的にはあんまり不満はないかなっては思うんだけど、ただ、強いて言えば、ちょっと俺が、なんかバランス的にちょっとどうなのかなって思った点が一つだけあって、手数武器に対して、その重めの武器が、ちょっと糸回収能力がなさすぎるかなっていうのは思いましたね。やっぱこのゲームってさ、からくりバンバン使っていった方が面白いから、ゲームのコンセプトとしてもね、糸っていうのはあんまり不足するっていうのはね、ちょっとどうなのかなっていうのもあったんで、
うん、ちょっとそれは思いましたね。まあ、ただなんだっけ、獣なんとかの腕みたいなのあるじゃん。敵に張り付いてさ、糸を一定時間、回収するっていうか、なんかすごい増えるみたいな。まあ、あれを使ってほしいからっていうのもあるんだろうけど、そうそうそう、まあ、そういうのもあってね。まあ、いろいろバランスはなんだかんだ取れてるとは思うんですけど、まあ、いろいろ、個人的にね、思うことは言えましたね。はい。ということでね、まあ、以上にはなるんですけど、まあ、参考程度にね、聞いてくれたら嬉しいですっていう感じの動画でした。最後まで見ていただきありがとうございました。お疲れ様でした。